ももチャンネル始まるよ。ももも、皆さんこんにちは。ももちゃんです。しょうちゃんです。シンデレラです。今日はこれを紹介します。今日紹介するのは一平ちゃん夜店の焼きそばショートケーキ味と。謎チョコキューブ入り2017新作チョコソースの一平ちゃんや夜店の焼きそば食べてみたいと思います。はい、ね、もうね知ってる人は多いんですけど、このショートケーキ味とチョコソースの一平ちゃんをすごい悩んだんだけど食べてみることにしました。はい、ももちゃんもしょうちゃんもお腹がペコペコです。ね、わざとお腹ペコペコにしました。はい、そんな状態で果たしてどんな味なのか。どんな味だと思う？ショートケーキ味、いちごのねショートケーキの味だってよ。焼きそばでもマヨネーズ、マヨネーズね。どんな味なんだろう。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、これ開けよう。ここで開けよう。ショートケーキ味の方を開けます。まず中身は精マヨ、これは普通のマヨネーズみたいですね。こちらも普通のソースみたいです。こちらが後のせかやく、どうもねこれがいちごのショートケーキのかやくになってるっぽいです。麺は多分これはね普通の焼きそばの一平ちゃんの焼きそばの麺だと思います。はい、ここの中に今からお湯を入れたいと思います。これももちゃんの、もちゃんの方が美味しいかもしれない。お湯入れました。3分経ったので開けていきます。見た目はここまではまだ普通の焼きそばです。こちらのソースをかけていきます。普通のソースにかけよう。あ、なんかちょっと醤油っぽいシャバシャバしたソースですね。醤油？うん、なんかねちょっと醤油っぽい感じ。ソースを入れました。はい、ね、ちょっと醤油みたいな、こういう醤油みたいなソースなので焼きそば用のソースとはまたちょっと違った感じになってます。とりあえずソースを混ぜました。なんかすっごい甘い、ソースが甘い、匂いが甘いって、いい匂い。甘いよ。ショートケーキはすごいキャラメルのポップコーンの匂い。そうそう、ディズニーランドで食べたあれ。ポップコーンの匂いがする。あ、そっか。次にこちらの後乗せかやくを乗せます。はい。もうケーキだって。ケーキ？あ、飾りみたい。こんな感じで乗せました。あてママ。いちごも入ってて、とても美味しそう。で、こちらの後のせかやくをのせたので混ぜていきます。うわ、なんかもうスプレーチョコがカリカリ言ってる。完成しました。はい、ショートケーキ味の一平ちゃんです。謎チョコキューブ入りチョコソース、こちらを開けていきたいと思います。こちらがチョコソースの一平ちゃんです。開けてみます。中身はこんな感じです。まずは一平ちゃんのソース、どうもこちらも普通のソースっぽいです。チョコソースです。チョコソース、普通のソースの中にチョコソースを入れるみたいです。後乗せかやく、こちらはどうも生チョコっぽい雰囲気のかやくです。これがキューブ入りのチョコだと思います。麺、こちらは普通の一平ちゃんの麺とは違って茶色です。もしかしたらチョコが練り込まれてる麺かもしれません。ではお湯を入れていきます。お湯を入れました。はい、チョコソースが3分経ったので開けていきます。お湯を捨てればこんな感じになります。もう見た目はココア麺みたいな感じです。ココア麺？うん、ココアの麺みたい。チョコソース味の一平ちゃんの方にこちらのソースをかけていきたいと思います。すごいね。あ、なんかこっちもちょっとシャバシャバしたこれ液体のソースです。液体？うん。まだだよ。ソースはこんな感じです。ウスターソースをもうちょっと濃くしたような色。あ、チョコの匂いする。あ、チョコ。ね、チョコの匂いがするね。チョコが出ちゃった。チョコレートソースの後のせ火薬をのせていきます。チョコレート。後のせ火薬をのせました。ちょっと生チョコのようなね、チョコレートの塊が乗ってます。これを混ぜていきます。どうだろう、熱で溶けたりするのかな。どうなんだろう。チョコレートソース味の一平ちゃん完成しました、はい、チョコソースといちごショートケーキ両方作ってみました、はいはい、でこちらのいちごの方はマヨネーズ、チョコの方はチョコソースがあるのでこちらもかけていきたいと思います、はい、こちらの特製マヨをかけます、はいはい、あー美味しそう。でも美味しそうなの。本当？かけました。はい。次はこちらのチョコソースをかけていきます。はい。チョコソースなのか、本当にただのチョコなのか、その辺が怖いんだけど。なんか黒くて怖い。チョコソースかけました。はい。はい。完成。おいしい。本当に？うん。おいしい？うん。量が上品。本当？じゃあショートケーキ味いただきます。勇気がいるな。なんかね、後から甘いのが来る。おいしいね。おいしい？うん。なんかマヨネーズがついてたら。なんとなく普通の塩焼きそばみたいな感じまあまだショートケーキ、うん、どうだろうショートケーキの方が美味しいね。おいしい。バイバイ。もうじゃあマヨネーズ全部食べたいってこと食べる。うん、いいよ。その方がすごい綺麗になって、お腹いっぱいにならないよ。硬くない。どう？チョコ何する？どう？チョコ美味しいかな。本当？チョコも美味しい？うん。甘い。甘いよね、絶対。チョコ甘い。ではチョコ食べます。うん。チョコなんとも言えない気分だな。ごちそうさまでした。みんなも焼きそば食べてみてね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。他の動画もいろいろあるよ。よかったら見てね。